これまでにない新しい運転感覚です。新型日産リーフは日産インテリジェントモビリティの象徴です。バッテリーについては容量を 30% 以上アップさせました。モーターの最大出力を 110kW、 最大トルクを 320Nm まで高めることで、より一層力強い加速性能を実現しました。EV に関しては1回の充電で走る距離が非常に重要になってきますので、空気性能より重要なファクターになっています。空気抵抗低減を実現をしています。Eペダルはアクセルペダルの踏み加減を調整するだけで、発進、加速、減速、停止までをコントロールすることができます。坂道でも足をアクセルペダルから離すだけで車を停止、さらに保持し続けることができます。プロパイロットは高速道路、同一車線、自動運転技術です。渋滞走行や長時間の巡航走行で感じるストレスをプロパイロットは大幅に削減します。プロパイロットパーキングはスイッチ操作をするだけで、駐車から駐車完了まで全てを自動で制御します。高画素カメラと高性能ソナーセンサーによって車両周辺の状況を検知しながら駐車スペースを高精度に認識します。日産は新型リーフで全く新しい車のワクワクをお届けしていきます。ニュー日産リーフ、シンプリーアメージング。